ーチャーです。ということで本日は8月の10日ということで、皆様お待ちかねの乃木坂46の33枚目シングル、お一人様天国の MV 公開日ですよやったー、嬉しい本当に待ってて楽しみにしてたし、もうねずっと楽しみなの、今日一日中その MV のリアクションをお届けしようかなと思います。最後まで見てくださると嬉しいです。そして皆さんの感想もぜひコメント欄に教えてください。待ってます。年内チャンネル登録者数様1000人様を目指しております。限界税金オタクのアチャレタと申します。ぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは22時に時飛ばし、レッツゴー。よし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 、始まるぞ。今1万人が待機中とか言う。あと2分。わあ、もっと早くから取り行けばよかったね。かわいすぎない？1分前。はーい、よしよし。ちょっと緊張してきたんだけど、ニーニー見れてんのかな、リアルタイム。見てないんだな。見れないって言ってたけど、かわいそう。あと1分きた。10秒10秒。え、なんかずれてない？なんかずれてない？もう MV 始まってない？この音、音ずれてない？あ、かわいく、あー、なるほどね。なるほど、なるほど。かわいい、あー、いいそうなやっぱった。ポケが開封してたぞ。あ、絵だ。サウナ、サウナ、サウナ。かわいい、ちゃんとイーグルスの、いいんだ。カラオケしてるな。ガチャガチャ開けてた。あ、もう、あー、プラモデル、ヨガ、かわいい。あ、釣りか。ヨガ。弓木っぽ。なぎちゃんだけ真っ白だ。ね。みんなの見て全部取り入れんじゃん。あー、そういうこと？わかんない。言ってみた。え、ほらこれ絶対ずれてる。みんなにスカウトされてる。かわいい。ね、かわいすぎたけど顔。フィギュアだ。やっぱポニが開封してる。ピカチュウ出てるよ。先輩2人が超可愛いね。え、お腹出してる。可愛いレナちゃん。え、梅めっちゃ似合うんだけど、あの帽子。ほら口と合ってないもん、絶対ずれてるよ。大勧誘。おお。可愛い。可愛いけどね。めっちゃ可愛くない？ね。今までにない感じ。何柄っていうのこれ？超可愛い。何柄っていうのね。ほら天国だ。本当だ。可愛い。すごいこの5人。かわいすぎじゃね、されるの。ちゃんとずれてないの。ちょっともう一回見ようぜ。ずれてないのが見たい。あ、めっちゃ回線悪いな、我が家が。我が家が悪い、うん、はい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 。ああ、綺麗な子顔。あの、かわいくない？ポーポー。うん、わかる。口ポーってしてるのかわいい。あのソファ欲しいな。ちゃんとさ、服も白なのがいいよ、うん、最初気まずそうなの、ね、腕が長すぎるよ。かわいい、まゆた。これさ、小道具用意するの鬼大変だったよ。私物もあるかもね。絶対ある、絶対イーグルスのユニフォームなんて私物でしょ。ハッキーがパンツスタイルだかみたいな。かわいい。あ、似合うね。似合う。ねえ、マジでずっとお顔かわいいんだけど、アイアメンかわいすぎない？あ、メガホンの中にボリュームで拗ねてたのね。かわいい。この人、あ、かわいい。ねえ、このシャツかわいい。どれ？なぎちゃん。なぎちゃんは白いの？うん。ミュウミュウって書いてあった。あ、ほんと？うん、高いじゃん、絶対。目がついていかないんだよ、早く。髪型も可愛い。髪型も可愛いね。あ、ミクちゃんもパンツスタイルかと思ったら違かった。ナギちゃんは何もない空間が好きな設定というか。なるほどね。落ち着いてる無機質な感じというか。可愛い水着髪型、ね。パンツスタイル子に見える子もパンツじゃないんだ。え、可愛い。ミクちゃん真ん中なんだ、最後。え、ちょっと待って。可愛くない？エンちゃん。やばくない？最後の子に。みんな可愛いんだけど、最後の上の破壊力やべえ。おー、すげー、素敵。いいね。物語系ではないか、うん、けど、なんかいい、まあ、でもストーリーはあるか。みんなの好きなものが詰まってるのがいいね、うんうん、ああいう詰まり方だったんだね、うん、あれ見た。好きというのはロックだぜのジャケット写真、好きなものをこう一個ずつ乗っかって、うん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 、その子のここにあるって言ってたじゃん、うん、そんな感じ、うん、じゃあそれがこう具体化されたというか。そう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 。いや、すごいな、これさ一個一個止めてみたら本当にね、うん、すごいだろうね、うん、パッパパッパお顔が変わっちゃうからさ、うん、可愛かったよ。全員バラバラにさ満喫してる感じよくない？本当に楽しんでそうじゃない、ね、その MV の間、ね、本当そんな感じ。だって梅なんてさ、バランスボール持ってきてさ、こんなちゃんとストレッチしてたからさ、絶対普通に楽しんでる。いやー、可愛かった。これ可愛いね、これ。本当だ。アップにできるわけないでしょスクショじゃないんだから。おばさん出てるよ。おばさん、おばさん出てる。スクショしてこうやってやれば
見れる。うん、見れるね。そうだよ。見たいんだもんだって。老眼入ります。老眼入ります。突っ込まれないのがなんか心痛いわ。このさ、後ろの色サイリウムとは関係ないの？関係ないんじゃない？だってクボちゃん赤でしょ。水色と黄色だもん、クボちゃん。なんとなく全員色違くない？同じさ、同系色でもさ。うん、違う。赤でもさ、違う赤じゃない？違う違う。いゆきちゃん、釣りなんだ。ね、やっぱりあのイメージが強いんじゃないの？最初のみずきちゃんとさ。うんうん、ヒット祈願で入れてたやつでしょ。築地にも行ってたしね。好きなのかな、お魚。ね、ぼやけてても可愛い。可愛いっすね。そのちょっとふてくされた顔がたまんないっすね。うん、さっきの TikTok ライブもそうだけどさ、ぷくーっとした顔もたまんないっすね。フロントの上下3機で左右が4機。うなぎちゃん囲って。うんうん、本当だ。細かいとこまでちゃんとしてんだ ね。絶対この映像作る人めっちゃ大変だったと思う。ハユタはね、食べ物ってこと？なんじゃない？食べ物を食べる方ってこと？でも後々多分さ、いろんなところで分かるよね、誰が何をモチーフにしたか、もっと細かく。あやみちゃんは手芸？あ、そうだ、寝かけてたわ、さっき。編み物？うんうん。なんか先輩、まなちゃんとかにも毛糸のなんか作って渡してた。私とお揃いなんですとかなんとか言ってあれ。まなちゃん、あやみのこと大好きだから超嬉しいでしょ。いやー、いいね。いいね。よかったね、うん、いいな、仙台で先に見れんの。楽しんできて。天気いいといいね。いや大丈夫、大丈夫だと思えば大丈夫。ああ、神宮がより楽しみ。当たってよかったね。本当によかった。でも仙台アリーナでしょ。よかったね。ね、楽しんでね。楽しんでくる。あの、帰ってきたら感想めっちゃ聞くわ。乃木坂46 M1 9月26日午後9時から放送されるM1 スペシャル乃木坂46をひそり様天国に出演することが決定したので、また9月2日午後6時半から先取り乃木坂真夏の全国ツアー2023ライブ映像を、同時刻の5時から乃木坂46特集放送、毎年恒例の真夏の全国ツアー明治神宮球場公演の模様とミュージックビデオをそれぞれ特集する。すごい楽しみ。それ9月2日だって。いやー、よかった、大拍手。前奏と感想クラップがあるから皆さんに盛り上がってもらいたいって、うん、テレパンチャンネル来た。楽しみだ。夏だー感があるよね、うんうん、沖縄って一番最初に披露したのもすごい良かった。うんうん、まあ、それも狙って沖縄って最初かな。うん、人店あれなんだっけ、推し店、鳥店か全然違う。うん、それでお腹空いちゃうってテレパンが言ってた。ということで最後まで見てくださりありがとうございました。本当にね、良すぎた。今日11日、8月11日の19時半からですね、 YouTube ライブでもっと詳しく皆さんとぜひお一人様天国の MV の感想とかをお話しできたらいいなと思って予定しているので、ぜひ皆さん19時半遊びに来てください。よろしくお願いします。たくさんお話ししたいです。年内チャンネル登録者数様1000人様を目指しております、あちらだと申します。目標達成したいなと思ってずっと頑張っているので、少しでも良かったなとか協力してあげたいなって思ってくださったらチャンネル登録してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。本当にね、今興奮状態なんですけど、頑張って編集をして皆さんにこの動画をお届けしたいと思います。コメント欄でもたくさんお話しましょう。それではまた次の動画で、バイバーイ。